はい。どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、エクスペポストプレイヤー対象としてのクラチャンランキングやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、今回ね、まあ、CF とかね、シャドウとか、まあ、フォワード系のポジションの結構ね、多くの選手が出てるわけですが、まあ、当然ね、クラチャンといえば、やっぱりポストプレイヤーがね、稼ぎやすいということで、まあ今回正直ランキング分けたのもここにあって、まあというのも、 やっぱポストプレイヤーの稼ぎっていうのはね、めちゃくちゃ価値が高いので、まあ上位にね、結構まとめてガンと入っちゃうので、まあある意味ね、ポストプレイヤーかそれ以外かみたいなランキングでもいいなと思ったんですけど、まあどうせ分けるならね、まあ細かくいろいろ分けてお話しようということで、まあ今回ポストプレイヤーもね、ポストプレイヤーだけでまとめてのランキングということで、はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。 えここもですね、今回5選手かなに絞ってというか5選手しかいないのかもしれないね。まあ僕はピックアップして、えー、ちょっと選手画像を持ってきたんですけど、まあその中でね、まあ他のスキル構成とのね、兼ね合いとかも含めて、まあランキング、えー、個別にね、しっかり組んできてますので、まあよかったらね、えー、まあ参考にしていただきたいなと思います。まあただですね、これ前置き言ってないとね、多分ね、あの <laughs>、あれなんでね、まあ一応言っとくと、結局あの仕上がり次第です。はい。ランキングとはいえね。 なので、まあ、例えば、5位の選手が EP150 ありましたと、1位の選手が e p ボナ選手しかありませんとかだったら、当然5位の選手の上だからね。まあ、その当たり前のことね、多分皆さん分かってると思うんですけど、はい、分かってる人が多いと思うんですけど、まあ、あくまでね、そういったところ、仕上がりは J くらい影響大きいんでね、はい、そこはしっかりと把握してご覧になっていただけたらなと思います。よろしくお願いします。 はい。ということでね、同条件でしっかりと比べたときに、まあ、どの選手がより稼ぎやすいのかというランキングね、今からやっていきたいと思います。じゃあまずはですね、えー、ポストプレイヤー対象としてのカードランキング第5位のカードから見ていきましょう。こちらです。はい。ここはマルセロ・ヒアン選手が第5位となります。さあ、このカードスキル見ていきますと、えー、ポストプレイヤーミドルレンジスナイプ、セレクトスキルで超絶ボレーゴールハンターというね、選択ができます。 はい。ということで、まあ、ポストプレイヤーね、持ってるカードの中では第5位となりましたが、まあ、他のスキルの組み合わせ見てみると、えー、ポストプレイヤー常設で持ってますので、あと常設もう一個がミドルレンジスナイプね。はい。ミドル系のシュートです。まあ、一応フリーキックとかも蹴れるかな。うん。で、まあ、ペナルティーリ手前ぐらいから。まあ、一応エリア内でもね、打てなくはないですね。ミドルシュートね。はい。反応するときはしっかり反応します。 で、セレクトスキルが超絶ボレーかゴールハンターなんですが、まあ、PK カバーしてゴールハンターでもいいし、まあ、超絶ボレーでね、チーム単位で稼ぎに行くのもありなんで、まあ、ボレーの評価がね、今回ちょっと掃除して難しいんですけど、単体で見たときはそんな大したことないかもしれないんだけど、まあ、クロスターの選手と合わせると結構稼げるんでね、まあ、そういった意味では、まあ、いいんですけど、うん、まあ、そこも含めての評価に本当はなるんだけどね、まあ、あくまでカード、まあ、あヒアン選手だけのカードを単体として評価すると、 まあ、ボレーってそんなにめちゃくちゃ発動回数稼げるわけじゃないっていうところを考えたりとかね、すると、まあちょっとね、やっぱね、ポストプレイヤーと、まあミドルレンジスナイプが常設なので、まあミドルレンジを活かすような、うん、ドリブルスキルとかの方が、まあ単体で見た時の稼ぎっていうのは大きかったかもしれないね。 まあたださっき言った通り、ボレーが決して悪いとか、まあそういった話じゃないので、まあ個人的にはボレー選択して、どうせ使うんだったらボレー選択して、まあサイドハーフなりウィングなりのね、まあクロスターの選手とセットで稼ぎに行きたいなとは思いますけどね。で、そこがうまくまあ稼げるんだったら、まあポストプレイでね、あの結構ヒアン選手自身も稼げますし、まあチーム単位,単位としてみても、まあボレーを特に絡めてね、稼げるとかいうことであれば、ちょっと話変わってくるんでね。 まあここは、えー、チーム状況、まあその人それぞれ、まあ、ちょっと価値が変わってくると思うんでね、まあ、その価値を落とし込んでの評価で自分なりにちょっと考えてみてほしいなとは思います。はい、ということでちょっと自力がないんでね、まあ5位という形になりましたけど、まあミドルレンジスナイプがね、ちょっと孤立しそうな感じもしますけど、まあこれもね、ある程度まあ射程距離縮めることができれば打てなくはないんでね、 ただまあ、ポストプレイとかとの兼ね合いで考えると、そんなに多くは打てないと思うんで、まあ、ここはね、あのー、そこはしっかりと、えー、ちょっとなんか打ちやすくできるようなね、周りの組み方とかも稼がせたいなら、一応考えた方が稼げるかもしれないっていうところは、しっかりとね、頭の中に入れておいてください。で、あと、細かいところ言うと、ボナセンがオフェじゃないのでね、ここもちょっとやっぱり他の選手に比べると、やっぱね、クラちゃんも、まあ、全然この能力値がいらないってわけじゃないので、まあ、そこも考えるんであれば、 そのボナスオンフェ持ってる選手からするとマイナス点には見えるかもしれないね、ここのね。というところで、まあ、ランキング、はい、5位に入ったと思ってください。では続きまして、第4位のカードを見ていきましょう、こちらです。はい、ここはブラブリッツ秋田の小松蓮選手が第4位となります。さあ、スキル構成見ていきますと、ポストプレイヤー、急降下ミドルシュート、セレクトでハイコントロールシュートとフライングボレーシュート選択ができます。 はい。ということで、ここもポストプレイヤーね、常設スキルで持ってまして、相手が急降下ミドルね。うん。まあ、ドロップ系の回スキルですね。まあ、これも、まあ、ミドル系のシュートなんで、まあ、角度ないとか打てる利点はありますけど、まあ、プラス、まあ、ペナルティーでは手前ぐらいかな。の中距離のシュート扱いと思ってください。で、セレクトスキルがハイコントロールシュートとフライングボレーシュートね。さっきのヒアン選手と結構似てるんだよね。<laughs> 似てますね。まあ、ハイコンにして、まあ、PK とか、まあ、近距離カバーしに行ってもいいし、 まあこれやったらミドルシュートなんでね、組み合わせが、まあ近距離カバーする、まあ意味合いは結構あるかなと思います。ただできればゴールハンターの方がちょっと稼ぎやすいっていうかね、その、例えばまあサイドから、まあクロスとか入った時に合わせるスキルとしてね、まあコントロールシュートはそういったのを持ち合わせてないからね、言ったらね。らそういったところを含めると、まあゴールハンターの方がちょっと上だったりはするね。正直ハイコンよりはね。うん。 で、フライングボレーは、ま、超絶ボレーよりは、ま、ちょっと発動しやすそうな気もしますけど、ま、対してでもそんなに大きな差なさそうなんで、ま、これもボレーでね、チームで稼げるんだったら、ボレーシュート選択でもいいんじゃないかなと思います。ということで、うん、ま、これも、ま、ほぼほぼ、さっきの、ま、ヒアン選手と同格ぐらいの評価かな。ま、細かいとこ言うんであれば、ボナセンが一応パワーなんで、ま、パワー値はね、CF 欲しいところなので、ま、これはプラスになるかなというところと、 まあ、あとミドルの一応射程圏内がまあ横に広いところと、まあ、ボレーシュートが超絶ボレーかフライングボレーか。まあ、これもまあほぼ変わらないんですけど、まあ、フライングボレーの方がちょっと印象いいかなというぐらいですね。うん。なので、まあ、ちょっと説明被るので <laughs>、もう省かせていただこうかなと思うんですけど、まあ、ここもちょっと自力がないので、そのまあ、常設のこのミドルシュートがちょっと稼ぎにくいっていうところあるかな。急行がミドルがね。まあ、ここがもうちょっとうまくいかせてたら、まあ、例えば縦取りとかね。 あったらよかったんですけど、まあそれがないにしてもボレーでね、しっかり稼げるような、周り組めるんだったら別に自力いらないっていう可能性もあるんでね。まあいずれかになるかなと思います。まあこのカードを使うんだったらポストプレイでしっかり稼いで、かつ、まあ奴とかでうまく稼げたらなおいいんじゃないかなっていうイメージですね。はい。ということで、まあでもポストプレイでね、まあ間違いなく稼ぐんで、あのそこを信頼して使うのは全然もちろんありだと思います。はい。じゃあ続きまして第3位のカード見ていきましょう。こちらです。 はいここはジュビロ・磐田のジャーメイン・両選手のカードが第3位となります。さあこのカード、スキル見ていきますと、スキルがポストプレイヤー、急降下ミドルシュート、セレクトスキルでゴールハンターか高速ドリブル、選択ができます。はいということで、さっきの小松選手と、小松選手とね <laughs>、すみません、かみましたね、小松選手と、えー、スキルが一緒なんですけど、まあ違うのはね、セレクトスキルかな、まあ。さっき比べたんですけど、ゴールハンターとハイコンだったらゴールハンターの方がちょっといいかなという話ね、まあ合わせやすい。 っていうところねエリア内でね。で、まあ、という話もしましたので、まあ、ゴール反対選んでもちょっと上かなと思うし、まあ、ここね、縦取りがあるんでね、まあ、高速ドリブル、ミドルというところも、まあ、求めやすくなるので、単体での評価として見たときは、こっちの方がやっぱ上かなっていう感じですね。はい、ということで、まあ、ミドルもちょっとやっぱ活かしやすくはなってくるかなと思います。で、あと、ボナ戦がね、まあ、オフェあるんで、まあ、ここもアドバンテージとしてやっぱ大きいかなと思います。 まあこれもね、得点やっぱ取れるか取れないかというところは大きくて、取ったらね、そのプラスね、ゴール点乗ってくるからね。まあ稼ぎにも当然関わってくるし、まあクラチャンの勝敗にもね、関わってくるところなので、まあこのボナセンオン持ってるかどうかっていうのはね、結構大きいんじゃないかなと思います。はい、ということでここもまあポストプレイね、中心に、まあ縦取り、急降下ミドル、もしくはまあそうですね、周りの組み方によってはゴールハンターで PK キッカー兼、 まあエリア内からしっかり合わせて点を狙うっていうところがね、メリットに感じる人もね、当然まあクラちゃんの方面の組み方によってはね、いると思いますので、まあ相性どっちがいいかで、まあでも高速選ぶ人の方がちょっと多そうな気がしますけど、まあどうでしょうね。ただまあ PK、 キッカーがね他にいないんだったらゴールハンター選択しとくとかが、ねまあ、無難だったりもするんで、まあ、ここは、ね、目的に応じて組み替えてみてください。まあ、決して、ね、悪くないし、まあ、ポストプレー持ってる時点でもちろん全員悪くないんですけど、むしろいいんですけど、まあ、プラスアルファのところ見ても、ねまあ、結構感触はいいんじゃないかなと思います。はい、じゃ続きまして第2位のカードを見ていきましょう、こちらです。はい、ここはセレッソ大阪のレオ・セアラ選手のカードが第2位となります。 さあ、スキル構成がポストプレイヤー異次元シュート、セレクトスキルで超絶ボレーとゴールハンター選択ができます。はい、ということで、まあ、ここで、ね、まあ、正直ジャーミー選手どっちかなと悩みましたけど、えー、レオセラ選手上にしましたね。はい。まあ、ポストプレイヤーもちろんね、まあ、常設で持ってるんでこれはいいとして、で、異次元シュート持ってるんですよね。まあ、PK キッカー、PK じゃない、えー、フリーキックのキッカーとかにもなれるし、まあ、当然、自らね、あの、射程距離入って、まあ、打ったりすることもできるんで、 まあこれも決して悪くないかなという感じですよね。はい。で、セレクトスキルが、まあ超絶ボレーとゴールハンターなんですけど、これもまあどっち選んでもまあいいんですけど、まあチームとしてね、稼げる見込みがあるんだったらまあボレーでもいいと思うし、まあ PK キッカー兼ね、まあエリア内でしっかり合わせて点をね取、取りに行くのがメリットと思えば、まあゴールハンター選択してもいいんじゃないかなと。まあここもチーム単位でちょっと変わるかなと思います。まあどっち選んでもマイナスではないし、まあプラスでもそれなりにあるかなと思います。 で、あと、レオセアラ選手もね、ボナーセンオフェ持ってるんで、まあ、ここもシューターとしての価値は、ま、あこの分ね、上がるかなという感じです。はい、ということで、まあ、PK もね、振り切っかもできるし、<laughs> ポストプレイでしっかり稼げるし、まあ、場面に落ちてね、まあ、しっかりと対応できるカードなんで、まあ、素晴らしいカードなんじゃないかなと思います。ま、あさっき言った通りね、まあ、ボレーに魅力を感じるんだったら、ボレー選択して、チーム単位で、ま、フラスル系のね、選手とか、クロスター系の選手と、共に稼いでいくというところもね、結構大事だと思います。 やっぱりまあリーグにね、比べるとクラチャンはまあ稼ぎに来た人同士で特に試合をするとコーナーキックとかにもなりやすいんでまあボレーとかねまあそういった意味ではねやっぱ普通の試合よりもまあ使う場面がねまあ展開によっては増える可能性がありますのでまあどこを考慮しに行くかによってねまあセレクトスキルのまあ当然選択は変わってくると思いますけどまあいずれにしてもどっち選択してもね間違いじゃないと思うんでまあ自分の違法で使ってみてくださいまあここも稼ぎとしては十分ねまあポストプレイヤーの中でも期待できると思います はい。ということで、こちらの両セアラ選手のカードを押さえまして、第1位に輝いた選手を見ていきましょう。こちらです。はい。ここは、えカシマアントラーズの鈴木馬選手のカードが第1位となります。さあ、このカード見ていきますと、えー、スキルがポストプレイヤー、アーチドライブ、えー、セレクトスキルがゴールハンター、ターンドリブルというね、選択になってます。 まあここはね、まあターンドリブルからのアーチドライブプラスポストプレイヤーっていう構図ですかね。稼ぐとしたらね。うん。まあちょっとシュートスキルアーチドライブどうなんだっていうところありますけど、まあターンドリブルあるんで、まあ多少やっぱ打ちやすくはなってるなというところでね。うん。まあここに期待したいかなと。まあちょっとシャドウだったら遠いと思うんで、まあほんほぼほぼ CF 推奨にはなるかなって感じがしますけどね。 はい。ということで、まあ、ここの連動性も一応見込みやすいし、まあ、普通の縦取りとかよりはね、まあ、相手かわしながらね、縦に伸びていくので打ちやすさもあるだろうし、まあ、ポストプレイヤーで稼げるしということで、はい。まあ、文句ないんじゃないかなと思います。ま、あ場合によってはね、ゴールハンター選択してもいいんですけど、ま、あそうなるとちょっと単体で見た時の稼ぎはね、平均するとちょっと落ちそうな気がするんでね、ここはできればターンドリブルを使ってあげてほしいなっていう感じですね。稼ぎ意識するんだったらね。はい。ということで、まあ、あ いいんじゃないですかね。ボナセンもオフェあるしね。なんだらね。まあ、しっかりとアーチドライブがただね、そんなに、ま、威力のあるシュートじゃないんで、さっきのま、両セーラ選手異次元とかに比べるとちょっと負けちゃうんですけど、まあ、そのなく、その過程というところがね、まあ、ちょっとプラスに、え、働くんじゃないかなというところと、あとね、まあ、冒頭にも言ったんですけど、個別評価でボレーってちょっと評価しにくいんでね、まあ、そこの部分とか兼ねて、え、第一位に輝いたと思ってください。 まあもちろんね、今回5位から1位、あの、差つけましたけど、まあ全員ポストプレイヤー中心に稼げる選手であるんでね、まあそこは誤解のないように気をつけてください。ということで、鈴木優馬選手が第1位となります。はい。ということで、今回ね、えー、ポストプレイヤー部門のクラチャンランキングということでいかがだったでしょうか。まあ結構細かく分けてるんでね、まあポストプレイヤー以外のシューターの選手の、まあランキングとかもやりますし、やる予定ですし、 まあ、あと、いろんなね、まあ、ここの動画上がるまでにもね、まあ、いろいろ守備的選手とか、多分パッサー、パッサーまだかな、えー、カットイン系の選手とかかな、まあ、そういったところは上がってると思うんで、まあ、この後、予定としては一応パッサーの選手のまとめと、あと、まあ、ポストプレイヤー以外のシューターの選手ねのランキングというのをちょっと作っていこうと思うんで、計5動画ぐらい上がると思うんですけど、まあ、ぜひよかったらねあの、気になる動画だけでも見ていっていただけたらなと思います。では、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ここにでしす。失礼します。バイバイ。